ご覧の皆様こんにちは、ホステルと申します。プレイステーション4のバイオハザード RE3 実況プレイ続きをやっていきましょう。ただいまのあらすじは、ネメシスに種付けされてしまったジルを救うために病院にやってきたカルロス君なんだけれども、了解、先に行ってるぞ。種付けされた子供を下ろすための手段を確保しなければいけないっていうこの展開、どこに行けばいいのかな。いつもアホなことばっかり言ってんだこの実況者。まあこれが普段のペースなんでね、しっかりと周りアイテムないかだけ漁っていって、あ、まずまずえだ、俺も今使ってるんだけど足骨折してて、ちょっと厄介な部位なんだよね。なかなか治らない。扉が2つあってどっちに行けばいいだろう。あ、こっちは入れなくなってるね。これ地図持っていけないのかな。2階建てだ。そこまで広くないのかな。おっと、早速雰囲気出てくる。物々しい感じの。臨時治療室を出て、ロビーを通ってこちらへ来ましたね。ここから先はなんだ？病棟か？うわ！ここに、医療ミスの痕跡が。さあ、進んでいる。佇んでるわ、あそこに。どうしてくれようか。まあ、とりあえず遠くにいるやつは、一体ずつね、ハンドガンで処理していくと知って。あ、起きてくる！くっそ、ヨタヨタと。うわ、ヨタヨタ、本当にこれ当てにくい。あー、無理か、これリセットしようかな、早速。展開悪しなんだけど。しまった、カウンターするの忘れた。壊れない、やばいなこれ。いきなり3体いるからね、これやり直しますわ。さすがにセーブポイント直後だから勘弁してくれ、申し訳ない。あ、ちなみにね、難易度アシステッドでもう一周今回してってるところなんだけれども、だからアシストのセーブデータがある。赤いドラム缶を撃つと爆発し、周囲の敵を歩道で包むと、頭を狙うと大ダメージへ。いろいろなチュートリアルあるけど、さあやり直していきましょう。タイレル、バードはどこだ。こうして考えると初見難易度高いよね。了解。ハードコアだったら多分とっくに死んでた。まさか1体目に銃撃し始めると2体目が起き上がってくると思わなかった。それなら最初からアサルトライフルで滅却していった方が良かったね。なるべくリセットしたくないんだけどな、今のは致し方ない。展開が悪すぎる。まあ、自分の巻いた盾なんだけど、滞りなく1体、足壊そう。当たらねえ。いっぱいいるけど、カルロスってそういうキャラなのか。ま、アサルトライフルがあるからそれは仕方ねえか。残りはハンドガン使って、レティキュルの収縮を丁寧に待ってから当てていこう。弾薬節約しないとね。ブラックショットができないんだよね、本当に。一気に照準を、あさっての方向に向けてエイムするやつ。熟練度 TPS プレイヤーにしかできない技なんだけれども。あ、何体かいる？何体か音聞こえたような気がするぞ、今。あ、生きてたか、這いずってるやつ、一人。とりあえず足壊して、それで攻めていこう。本来は足壊せばすり抜けることも可能なんだけど、あーダメか、むずこれ。まだやり直そっかな、これ。食らいたくないんだけど、先がどんな展開待ち構えてるか分かんねえから。ダメージ食らいたくない。
中央一体だけならナイフで処理していくとして、あ、ここキーピックだ。ジルじゃないと開けられないね。で、これ何？スペンサー記念病院について。最先端の技術と真心のケア、ラクーンシティの医療を担うスペンサー記念病院。地域医療の中核を担う存在としてスペンサー記念財団により設立された病院ですと。高度な医療、大規模な入院等、臨床試験、国内最大級の研究等、まあ、かなりの大掛かりな設備のある病院っていうことだね。カルロスパート、これ難易度高くねえか？それにしてもゾンビの群れがすごい多いんだけど、アサルトライフルがあるからかな。どうしよう、手榴弾をショートカットにしておいて、先行手榴弾は自分で装備して投げることにするか。広いよ。どっちに行けばいいんだ。どこか調べられる。中庭っぽいところがあるね。どっちから覗いていってみよう。こちら側から覗いていくか。お、敵いない。箱がある。あ、これもキーピックだ。カルロスはキーピックを使う技術ってないのかな？脳筋っぽいからね。申し訳ないけど。俺は脳も頭もないっていうね、とんでもないやつだけど。こいつ起き上がってくるかな？中に何が入っているかも想像もしたくない。この、袋の中ね、死体袋みてえです。まあ、死体って言ってるけど、中庭っぽいところにどうやって行けばいいんだろう。ガラス割れてきそう。チャーリー君ってさ、結構イージーなところにいるよね、体験版と違って。それはありがたい。中にいるガード博士のオフィスへようこそ。ご用の方はインターホンにお声掛けください。もともとバード博士ってここの病院の職員なのかな？カセットプレイヤー。カセットテープが入っていないため再生することはできないとかって表示されなかった。これに音吹き込んで、もしかして先に行くのかもしれない。これオリジナルのバイオハザード3にもあったよね。これ音声認識では？バード博士、いるか？ここ音声認識だよね。ドアを開けてくれ。音声データと一致しません。音声認証？くだらない SF で必ず出てくるあれか。つうことは、なんとかして、このカセットテープに音を吹き込まないとね。看護日報9月25日。例の奇病の患者が日を追うごとに増えている。鎮静剤を打っても錯乱状態が収まらない患者は、拘束衣を着せた上で隔離病棟へと終了すると。で、パンク寸前。院内で亡くなった奇病患者は、いくつもの葬儀会社とは違う業者が一人に来る。あ、いくつものじゃない、いつものか。回線拡大を防ぐっていう話だけど、やっぱこれ、ちょっと、今日、ファイル読まねえわ。のっけからロレス全然回ってない。2、3秒ずつ止めながら行くから、一時停止で読んでいただきたい。申し訳ない。今日いつもよりひどい。いつもひどいけど、いつにもマジひどいわ。これ外で待つか。外で待ってれば来るでしょ、扉開けて。来ないのかな？律儀に戻ってる。ここから倒していこう。乱射。足さえ壊せばあとは楽勝で。ハンドガンでいきますよ。このガラス絶対割れる。倒したか。入っていきましょう。目の前の3体さえ処理すれば、もう何とかなりそうだよね。こいつらは。クリティカル発生。ラッキー。クリティカル発生しても、ケツだったら死なないんだ。死んだか。絶対来る、これは。こっちにいない。どうしよう。自ら割っていってもいいかな。あ、無理だ。割れないんだ。防弾ガラスかな。ひょっとして。まあ、ガラスの場合は割れる音が。はっ！ちょっと気持ちいい。クソ、体力大丈夫？ヒーローコーションか。うっとうしいやつめ。出待ちか、貴様。当たらない。こ
いつらみんな生きてる。まとめて切っていってやろう。やっぱわ、カルノスパートマジで難易度高い。これやばいな。アサルト乱射する前提の難易度かな。束だけどもうないんだけど。死んだと思ったら起き上がってくるからね、体力がものすごい。おい、うわ、まだ来るか。ショットガンか何かが欲しいな。立ち回りも雑なような気がする。弾もないし、ジルの持ってるアイテムボックスの中身これ使えないかな。カルロスでここも音声認識パターンかな。違うな、カードキーのようなものが必要だ。どこにあるだろう。順番に巡り巡るしかないか。まだアイテムあるね。どこだろう。このガラスの向こうも同じマップなのかな。空き箱がある。うわー、電力供給させたらそこの自動ドア開きそうだよね。なるべく気配を殺して先に進もう。あ、クマチュンがいる。クマチュン、かわいいクマチュン。これ収集要素じゃないかな。ガラスの叩く音がここまで聞こえてくる。あ、美味しそうな院内食、俺も食べてたわちょっと前まで。すげえ健康的な生活を送ることができたな。今はもう不健康だけど。ポスターのお姉さんかわいいね。開かない。これどこだ。ロックされた扉。これは、あ、錠前か。え、どこ行けばいいんだろう。どこにも行けなくね。迷ったぞ。重要アイテムの類一つもないし。あ、こっちだ。こっち側にも通路あったか。全然気づかなかった。はっ、びっくりした。あ、上から落ちてきたのか多分。別の方向見てて美味しいところ見逃しちゃったわ、すまない。で、2階に上がっていく。なんて書いてある。ナースステーションと病室か。多分病室だよね、あれは。なんとかルームって書いてあるの。ん、なんかいた今こっちに。怖っ。血痕が続いてるのが怖いんだけど。さあ、何が待ち受ける。イグジット、俺もここから逃げ出したいんだけど。ダメかな。あ、何の音。怖い怖い。あ、イグジットに行けばいいんだ。さようならジル、すまない、何もしてやらなくて。やっぱり生きてる。あー、掴まれたか。距離感が分かんない。足の方から切っていかないとダメだな。あ、また捕まれた。立ち回りが悪くなってる。あ、チャーリー君発見。1日で感覚なくなるんだけど、ゲームの。またもうこれセーブやり直して気分だわ。横と手すりを切っていてもそのまま構わず切り続けるこちらのカルロス君ね。やっべ、弾ね。どっかいねえかな、ガンパウダーか。何かが。アサルトで立ち回ること前提だな。ハンドガン使っちゃダメだ、カルロスは。倒れた奴に対して以外は。ゾンビの数が非常に多いです。はい。ハンドガンの弾。ハンドガンの弾があってもな、どっち行けばいいんだろう、これ。すげえ、入り組んでるよね、マップが。死にそう、クルチ。黄色コーション、オレンジコーションか。下くぐれそうだね、これ。は？何の音？ここくぐれそう。だけど進行ルートっぽいから、まずはあくまで弾薬が落ちていないか、回復アイテムが落ちていないか、その辺を漁っていきましょう。ありがたい。
嬉しい、これは。もう弾ないからね。打ちっぱなし状態で開かないんだ。この黄色い枠の扉って、すべて開かないのかな？あ！降りられる。んだけど一本道っぽいよね。まずは周りの探索してから。うわ！大丈夫か？あ、なんかいる？風が窓を叩く音か。脅かしやがる。あ？何？ BGM？ あ、何かが窓叩いてる。ナースセンター。ナースのお姉さんゾンビとかいるのかな。入りたくねえ。金庫発見。うわ、生きてる生きてる生きてる。ダメか。開けてきやがった。マジかよ。あ、やばい。くぅ、これやばいです。非常に緊急回避成功させたいが、あ、無理か。うわ、どこからやり直しやろ。ダメだ。痛い。くっそー。あ、ここからマジかよ。そしたら、一回申し訳ないけど、ここで終了にして、死んだところからの再開にします。では、ご視聴ありがとうございました。